で一日中ずーっと眺めていたかったです。この辺りも異常はなさそうだな。お前の方は何かあったか。って、あれ、どこ行っちまったんだよ。おーい、いたら返事しろよ。あんなところに。捕まえたぞ。ったく、子供みたいに迷子になってんじゃねえよ。怒ってないけど、あんま心配させんな。それより何か見つけたのか。あっちに配達のバイトでお世話になった人がいる。へえ、郵便馬車の店主で馬車も自分で作ってるすごい人なのか。なんか元気がなさそうだな。ちょっと聞いてみようぜ。ああ、君か。久しぶりだね。どうかしたのかって。実はちょっと困ったことになってね。今年の馬車レースのために腕によりをかけて馬車を作ったのに、騎手が怪我をしてしまったんだ。そりゃ気の毒だな。優勝した馬車の郵便事務所にはランドソルいち早い郵便馬車という称号が与えられるのに。そのままの意味の称号だな。そんなのが欲しいのか。それがあればものすごい宣伝効果になるんだよ。馬車の作り手としても郵便事務所としても一躍有名になれるんだ。だけど騎手が、騎手さえいれば。そうだ、代わりの騎手としてレースに出てくれないか。おいおい、いきなり言われても困るよな。あのさ、店長さん、こいつにもいろいろ予定ってもんがあるだろうし。で、特にないのかよ。じゃあレースに出る気か。頼むよ。ああ、それに副賞も出るんだよ。優勝したら君にあげるから。副賞は毎年違うんだけど、聞くところによると今年は1年間食べるのに困らないくらいのすごい量の食材がもらえるらしいんだ。へえ、そりゃいいや。お前も出場してみたらどうだ。万が一危険な目にあっても絶対私が守ってやるからな。引き受けてくれる。やった、ありがとう。それじゃあよろしく。レースでは馬車に乗るパートナーの騎手も必要だけど、二人なら大丈夫だよね。いい走り期待してるよ。パートナーって、私のことか。そうだよ、恋人同士仲良く馬車レースに出場してくれないかな。恋人。違う、こいつにはユイが。ユイも恋人じゃないんだけど。それに私はレース中警備の仕事があるから出場できねえんだ。悪いな。誰か他に敵役はいねえかな。ユイは最近忙しそうだし。なんか落ちてくるぞ。避けろ、危ねえ。いきなり花瓶が降ってきやがった。すまない、2階に飾ってあった花瓶が風にあおられて落ちたみたいだ。君たち怪我はなかったかい。ああ、なんともねえよ。危うくこいつの脳天にぶち当たっちまうところだったけどな。どうした、ぼーっとしちまって。こういうことって何かにぶつかりそうになるってことか。ありえないだろう。普通落ちてきた花瓶にぶつかるなんて一生に一度あるかないかだぞ。
お前、最近顔を見ねえと思ったらそんな危ない目に遭ってたのか。もっと早く私たちに相談しろよ。お前に何かあったら私…じゃなくて、ユイが悲しむだろうが。とにかく、放っちゃおけねえな。で、なんか心当たりはあんのか。さっぱりわからない。どうすりゃいいんだ。謎解きみたいなのは苦手なんだよな、私。謎解きか。よし、いいこと思いついたぜ。謎解きならカオンが誇る名探偵様の出番じゃねえか。カオンのギルドハウスに行こうぜ。あいつならこの謎ズバッと解いてくれるに違いねえ。じさん、大きな声を出して。いやあ、女子くんじゃないか。今日はバイトをお願いしている日ではないはずだけれど。おっと、女子くんが来た理由は私が推理しよう。誠さんと一緒ということは恋愛絡みの事件ではなさそうだね。大きなお世話だよ。そんなことより、かすみ、お前に解いてほしい謎があんだよ。こいつが誰かに命を狙われてるっぽいんだ。命を？穏やかじゃないね。わかった、話を聞こうじゃないか。ふむ、なるほど。最初におかしいと感じたのは飲食店で触れてもいないお皿が割れた時ね。身の危険を感じるようになったのはここ数日というわけか。どこかで呪いでも受けてしまったのかな。悪い精霊に憑依されているとか。けど体調は普通なんだよな。調子が悪そうな様子はどこにもねえし。ふむ、動機や手口はもちろん、そもそもこの出来事が偶然の事故なのか意図された事件なのかすら判別がつかないな。つまりこれは正真正銘のミステリーと言えるだろう。そうと決まれば私の出番だ。やったね、女子くん。我々は今大いなる謎に挑戦する権利を目の前にしていると言いたいところだが、手放しで喜んでばかりもいられない。女子くんは身の危険を感じているわけだし、早急な対応が必要だ。まずは現状をもっと詳しく把握したいところだね。よし、早速捜査を始めようじゃないか。女子くん、誠さん、出かけるよ。町に繰り出したと思ったら、あいつを一人にさせて私たちはその後をつけるって。何考えてんだ、かすみ。女子くんが狙われていると聞いた時、私はまず一つの可能性に思い至ったのさ。可能性？女性からの行き過ぎた怨恨や執着の線だよ。怨恨って、あいつがか。そういうの持たれるやつじゃねえだろう。いや、まあ確かにあいつの周りは女だらけだからな。下手に恨みを買っちまったって可能性がゼロってわけじゃねえか。ねえけど。確かに女子くんの人柄を考えれば恨みを買うとは思えないよね。けど執着については十分ありえるだろう。つまり女子くんはストーカーに狙われているのではないかと私は考えているのさ。あ、ほら誠さん、言ったそばから女子くんが声をかけられているよ。ストーカーは自分から声をかけたりしないだろ。
まあ仕方ねえ、監視と行くか。犯人の手がかりになるかもしれないしな。よう、君じゃないか。奇遇だね。もしかして無意識のうちに僕という可憐な花に引き寄せられて街へ出てきてしまったのかな。僕ってば罪な存在だね。あ、見てごらんよ、街並みの窓にさりげなく映る僕の姿、なんて美しいんだ。おい、妙に顔を近づけてきてないか。あいつ誘惑でもされてるんじゃ。くそ、お前にはユイがいるだろうが。私だって、いや私のことはどうでもいいけど。落ち着きたまえよ、別に誘惑されてるわけではなさそうだよ。こんにちは、元気にしていた？もしかして参考書を買いに来たのかしら。まあ寝癖がそのままよ、身だしなみは大事なんだからね。ほら私に任せ。うわ、ごめんね、つまずいちゃった。抱き止めてくれたのね、ありがとう。お、くっつきすぎよね、ごめんなさい。気をつけないと。ひとまず危険はなさそうだが、デレデレしすぎじゃないか。料理上手な君も十分女らしいさ。それにしてもなんだか不思議な魅力を振りまく人だね。やっぱり男性というのはセクシーな女性を好むのだろうか。ルンタッタルンタッタ。あ、お兄ちゃん、ミミ、お兄ちゃんに会えて嬉しいな。ねえねえ、何して遊ぶ？さっきの人とは打って変わって、今度はなんだか小さい子に話しかけられているな。ずいぶん仲が良さそうだね、まるで兄弟のようだよ。結局ストーカーらしきやつは見当たらなかったな。ただただあいつが女の子と仲良くしてるシーンばかり目についた。っていうか今日見たことはユイには絶対に言えねえ。確かに我々が収穫できた情報は、女子くんには様々な女性の知り合いがいるということだね。種族も年齢も異なっていて、とても容疑者は絞れないな。あいつもしかしてランドソル中の女の子と知り合いなんじゃないか。英雄色を好むというけれど、もしかしたら女子くんはその片鱗を持っているのかもしれないね。英雄ってそこの張り紙に書かれてる馬車レースの英雄みたいなのとあいつが似た者同士ってことか。あながち否定はできないだろう。馬車レースというのは昔は今以上に大人気の娯楽だったそうだよ。それこそアストライア大陸全ての人々が注目するほどの、その頂点に立っていた人なのだから、きっと女の子たちから引く手あまただったに違いない。今の女子くんのようにね。まあわからなくはねえけど、あいつが英雄ね。後ろから視線？何者だ？あの子は。女子くんを見ているようだけれど、気になるな。おい、かすみ、行こうぜ。あいつを見失っちまう。うわー！
馬車が突っ込んでくるぞ。何？ダメだ、馬が言うことを聞かねえ。みんな逃げてくれ。走れ、危ないぞ。しまった、出遅れた。馬が女子くんの目の前に。まだ間に合う、あたしに任せな。はぁ、マコトさん捕まれ、飛ぶぜ。おりゃあ、間一髪だったな。さすがにヒヤッとしたぜ。けどわからねえな、見た限りはたまたま暴れ馬が突っ込んできたってだけだ。お前の話を聞いてなかったら誰だって偶然起きた不幸な事故だって思っちまう。こいつは霞の言う通りのミステリってやつなのかもしれねえな。けど心配はいらねえぜ、私たちが絶対にお前を守ってやる。はあ、顔があったかいってなんだよ。胸が当たって、うわあ！いきなり何言うかと思えば、ぜえ話して怒らすぞ。たく、忘れろ、忘れろよな。地面に降りたら全部忘れろ。いいな。よっと。ああ。馬車が突っ込んだ家ぶっ壊れちまってる。かわしてなきゃ命に関わってたぜ。危なかったな。そこのあなた、なぜそんなにこっそりと事故の現場を見ているんだい？はい、あの怪しいね。ここで何を見ていたのか言えない理由でもあるのかい？いえ、私決して怪しいものではござりませぬ。どう見ても怪しいよ。では尋ねるけれど、ここで何をしていたんだい？ここにいたのは、その趣味というか、なんというか。その理由が通ると思う？通りませんか？通らない。でもその趣味の一環ではあるんです。何もかも怪しすぎる。身柄を拘束させてもらうよ。おい、かすみ、何かあったのか？先輩！え？女子くんの知り合い？まさかあなた、女子くんを見ていたんじゃ。それは…どうして女子くんを見ていたんだい？さあ、答えるんだ！そんなの…そんなこと、本人の前で…しまった。